こんにちは、中本白秋です。今回はですね、ひらがなのもの美しい書き方について解説します。もはですね、簡単なようですけれども、美しく見せるためにはちょっとした工夫が必要です。まずもって字ですけど、もともともって字はですね、このような感じから来たんですね。こう来て、こういうけっていうですね、草書で書きますと、こう来て、そして今日のこの1、2が、1、2こう続いちゃって、で、もって、こういう、このようにしてもができてきてるんですね。で、もをですね、注意することはですね、この一画目、ものこの幅を見てください。もう細長い字です。でもこの中でですね、少しでも、この幅を大きく見せる、懐のゆったりしたもにするための工夫ですね。よく悪い例としてもですね、こう来て、こういうもはですね、良くないですね。この持っている子を見てください。このようにもの持つ空間が非常に狭く感じますね。もはですね、この空間を大きく見せるためにはですね、こう来て、これを遠くから長く、こうしてあげると、はい、もの、懐の空間はこんなゆったりした感じになりますね。ですから、ここのところをですね、この A の部分を少し長めに表現する。もう一度書いてみますね。こうして、こうして。左からこうして、こちらはまあこんな感じでいいと思うんですけどね。このように書いてあげるとゆったりした、多少アレンジでですね、アレンジで長さをこのぐらいにするのもいいと思いますけど、良くない例はこうしてこうしてこういうふうなのは良くないですね。こういう感じがいいわけですね。以上、今日はですね、もって字の美しい書き方について解説しました。ここに高野切れ第3首に書かれたもを紹介します。参照してみてください。すべての可能を上手に書く動画解説は、下のもっと見るに紹介のページ上達をご覧ください。こちらでは1日無料で自由に使えるようになっております。どうぞ参照してみてください。以上、これで中本白秋のワンポイントレッスンを終わります。